皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお口くださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。本日8月30日火曜日、荒野で叫ぶ声という題でお話をしたいと思います。2000年前、バプテスマのヨハネはイエス・キリストの道備えをするために荒野に出て行って叫びました。イエス・キリストが来る、その道を備えよ、悔い改めなさいと語った。まあ、現代の荒野、同じその場所に行ったとしてもそう大きく景色は変わらないんですよね。で、その荒野に行ってみるとね、不思議な魅力があるんですね。まあ、地面の石と真っ青な空、そしてそこにある白い雲、まあ、それ以外はほとんどない。つまりですね、シンプルなその環境の中で余計なものに目が向かない、つまり神様に目を向けることができる場所、それが荒野ではないでしょうか。しかし何もない、しかしそこは苦しい場所だ。今日もしあなたが人生の中で苦しみや痛みやイライラする、そういう試練があったとしたら、そのあなたがいる場所が荒野なのです。その苦しみと悲しみと怒りしかない、そのような場所、そこに置かれたからこそ神様に目を向けることができるのではないでしょうか。恵まれた環境の中でついぞ神を忘れてしまう、そういうことがありますよね。でもその試練の中だからこそ神様にしか頼れない、そういう苦しい状況だからこそ、神様助けてください、祈り、そして大丈夫だよ、私はあなたと共にいるよ、私に目を向けなさい、つまり悔い改めなさい、そう語られる神の声を聞くことができるのではないでしょうか。皆さん、神はあなたを愛しています。今日その神様の愛の声聞こうじゃないでしょうか。きっとその苦しみの荒野の中でその声を聞くことができると、そう思います。あなたの御言葉は我が足の灯火、あなたの御言葉は我が道の光、暗闇に道を失い恐れるその時に、主よあなたはそばに近づき私を励ます。あなたの御言葉は我が道の光。素敵な一日でありますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょうね。それまでごきげんよう。さよなら。